牡丹ン道牡丹タン道楼、階段ボタン道は、明治の三遊亭窓課長十五歳の時の作品。落語の階段話。江戸時代末期の1861から1864年頃、浅井良儀による、会期、物語集、おとぎ、女子、深川の米問屋に伝わる階段、牛米の旗本家で聞いた実話などに着想を得て、創作された。 即帰本が1884年に刊行されている。このうち、とぎ、女子、漢文六年、西暦1666年間は、中国秋代の回帰小説集、戦闘神話に収録された、小説、ボタン陶器を本案したもので、若い女の幽霊が男と王世を重ねたものの、幽霊であることがバレ、幽霊封じをした男を恨んで殺すという話だった。 縁朝はこの幽霊話に、あだちや殺人、母子再会など、多くの事件と登場人物を加え、それらが複雑に絡み合う、一大ドラマに仕立て上げた。縁朝没後は、四代目立花や、縁京、五代目、三遊亭炎章、六代目、三遊亭炎章、五代目古根亭、新章、初代、林や彦六など、歴代の王神打ちが得意とした。 明治25年、1892年7月には、3代目、川竹新七により、階段ボタン道路を、階段ボタン道路として歌舞伎化され、5代目、小野駅久五郎主演で、歌舞伎座で上演されて、大盛況だった。以後、演劇や映画にも広く脚色され、特に、双葉亭氏名は、縁朝の即帰本から、原文一致体を編み出すなど、その後の芸能。 文学面に多大な影響を与えた。現在では四谷階段や皿屋敷と並び、日本三大階段と称せられるが、広く知られるおろの亡霊に取り憑かれた新三郎の悲劇は、本来の長編から前半の中心部分を切り取って仕立て直した編にあたる。下記の映像版なども、ほぼこの短編に基づいている。戦闘神話は、 中国から伝えられた後、江戸中期の怪談集、伊雑談集、とぎお猫に本案され、そのモチーフは、上田秋成の、う月物語、山、東京伝の復讐祈願朝か沼などの特本、四代目、鶴谷南北の脚本、奥に御前化粧経に採用されるなど、日本でも馴染み深いものであった。現行の、ボタン道楼はそれらの先行作を発展させたもので、 とぎ、女小判ボタン道路に登場する、男の名前は、小木原慎之丞であり、縁朝はこれに着想を得たものと考えられる。日本の階段、四谷階段や皿屋敷、同じ作者による、重ねが淵などが深い縁魂を抱いた亡霊や、祝世の因縁、縁魂の連鎖を主たるテーマとしているのと比して、亡霊と人間との恋愛を描くという点で、原作に見られる。 中国的な趣きを強く残しているものと言える。このモチーフは映画チャイニーズゴーストストーリーに取り上げられた両祭 C 収録の上昇線などと通じるものがある。さらに日本の幽霊には足がないのが一般的であるのに対してボタン道路のオロはカランコロンと細げたの音を響かせて夜道を歩いてくるという演出にも中国的な幽霊の名残が見られる。 浪人の萩原新三郎は、ふとしたことから、旗本、飯島平左衛門の娘、おろと知り合う。お互いに一目惚れした二人は割りない仲となり、おろは、夜ごと、ボタン道路を下げて、新三郎の元を訪れ、王政を重ねる。しかし、おろの正体は、怨霊、亡霊だった。日ごとやつれてゆく新三郎に、旅の主言者、寺の和尚が真実と、お札を授け、 家中の音に、これを貼って、期限の日までこもり、夜が明けるまで決して出てはならない、と告げる。言われた通りに、新三郎が閉じこもっていると、毎晩おろは、家の周りを回りながら、中に入れず恨めしげに、悲しげに呼びかけてくる。最終日、新三郎は、朝になったと騙されて、命よりおろえの思いを優先して、自らお札を剥がして外へ出る。 長編人情話の形をとっており、多くの部分に分かれているが、六代目、三遊亭演唱はおろと新三郎の出会いを、おろ新三郎、おろの暴魂が新三郎に通いたたりをなすくだりを、お札和がし、半蔵悪事のくだりを、栗橋塾、お峰殺し、関口屋のゆすりにそれぞれ分けて演じていた。原作となる、ボタン陶器、戦闘神話初集では、 伝状末期の名衆が舞台となっている。主人公は凶暴という書生であり、不礼凶と禁伝というのが亡霊と次女の名前である。縁朝の階段ボタン道路の速記本は二十二個の章に分かれている。各章の概要は以下の通り。縁朝の速記によると、発端の刀屋が漢方三年旧暦四月十一日とあり、 続く本編とも言える二つの流れ、飯島平左衛門と、康介、新三郎とおろの物語はそれより十八年の後、法歴十一年正月から、ほぼ同時進行の形で交互に語り進められ、それぞれのピーク、すなわち前者で、平左衛門が玄次郎に殺害される場と、後者の新三郎が、おろの霊に取り殺される下りが同年同日八月三日の晩となっている。さらに、 半蔵、お峰夫婦が出本して、栗橋塾で荒物店を開き、これも、源次郎ともも、江戸を築典してきた奥にと密、女房お峰を、去って土手で殺害する、お峰殺し以下は、翌法歴十二年夏とされ、康介の筋も、平衛門一周期の同年8月3日から、やはり同時進行で始まる。大団円で孔介のあだち本会は、 法暦十二年八月九日の晩、後日談としてその月内の江戸での半蔵処刑と康介の一子、康太郎の飯島家相続、さらに康介が飯島家の母体のため、谷中、新番図院に濡れ仏を混流したことを付け加えて足掛け二十年にわたる物語を締めくくる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。